西宮市、西宮市は、兵庫県の南東部にある人口約49万人の市である、中核市、保健所政令市の一つ。なお、本校では、市政前の名称である西宮町についても述べる。阪神館の中間に位置する都市、2005年4月1日の推計人口で、天が崎市を抜き兵庫県第3位の都市となり、2006年6月12日には、 推計人口が47万人を超えた。プロ野球、阪神タイガースの本拠地である、阪神甲子園球場や毎年1月9日から11日の東海エビスで、福男選びの神事を行うことでも知られる、西宮神社が所在している。阪神館、モダニズム文化圏の中央に位置し、近畿では、大阪市の手塚山と共に、有数の高級住宅街である。 特に、西宮七園と呼ばれる地域をはじめ、阪急電鉄沿線には、在海人、文化人、プロ野球選手、指導者、評論家などの邸宅が多く立ち並んでいる。また、大学、短大が10以上存在する。1995年の阪神、淡路大震災では、大きな被害が出たが、中南部の阪急西宮北口駅周辺など、市内各地で、復興事業、 再開発事業が進んでいる。B リーグに所属するプロバスケットボールチーム、西宮ストークスを用し、西宮市立中央体育館は同チームのホームアリーナになっている。西宮市は兵庫県の南東部の阪神地域、神戸と大阪の中間地に位置しており、南部の市街地からは大阪、神戸の両都心へ、電車、JR、阪急、 阪神の利用により15分程度、北部の塩瀬地区からも、電車、JR 阪急利用により30分程度に、位置している。阪急宝塚駅、宝塚市、市内北部の山地と南部の平野に分かれており、南部で大阪湾に面している。埋め立て地が3カ所ある。瀬戸内海国立公園六甲山地区の一部を含んでいる。気候は、北部と南部で異なり、 南部は年間降水量1500ミ、mm、リメートル、大阪湾に流れ込む暖流の影響でそれほど下がらずに年平均気温16度程度。市内全体では瀬戸内海式気候となっている。冬の積雪は北部は冬型の気圧配置や南岸低気圧で年に数回、中部、南部は南岸低気圧で数年に1回程度、北部の山間部では氷点下になることがある。夏は 猛暑日や熱帯夜になる日もある。ちなみに、冬の雪は、鹿児島や名古屋、東京などより、断然少ない。なお、奥畑には、降水量のみを観測するアメダスが存在し、2006年から観測が行われている。アメダス観測で、過去最も年降水量が多かったのは2015年の 1830.5mm。最も少なかったのは2007年の 1125mm。 一級河川、巡洋河川はなし。二級河川が六水系17河川にある。大阪市への通勤率は23.9%、神戸市への通勤率は11.2%である。いずれも平成22年国勢調査。古代西宮市には南部の大部分に入り海ができており、現在西宮神社から東に伸びる旧国道は当時、 入り海とを区切っていたサスの跡であり、弥生時代には遺跡、古墳時代には古墳が多く作られている。奈良時代以前に、広田神社、平安時代に、純奈天皇の直眼寺として、空海によりはし林寺が、創建、833年されたほか、真珠寺などの社寺,寺が開かれる。特に広田神社は、伊勢神宮荒西宮祭神を祀る。 県下第一の社格を持つおこそとした厚い数形を集め、中世以降、西宮下校と少子国家の神事を司さどった神議官の歴代長官や、木、五三の僧侶たちが、たびたび参詣していたことに示されるように、西宮とは、広田神社の別称であった。西宮神社の鳥居前に開けた西宮は14世紀には、市場が設けられて、商業の中心となり、 西国街道と中国街道の交流地であることから宿場町としても栄えた。立領国では摂津国の範囲である。室町時代には西宮の名産である酒が知られ、都の人々に好まれていった。その後、酒作りは江戸時代に本格的に始まり、宮水の発見により優れた酒を作れるようになった。工場製紙工業が導入され、酒は 西の都から村海線を用いて江戸にも運ばれるようになった。近代になると酒造会社が多く作られ現在に至っている。17世紀以降には新田開発が始まり水を引くための用水路を作るのに村の間で争いが起こる。また農業、米、菜種などや漁業、鯛なども発達していった。その後近代になり 関営の大阪神戸間鉄道、現、JR 西日本東海道本線、JR 神戸線、半角鉄道、現、福知山線、JR 宝塚線、阪神電気鉄道、現、阪神本線など、阪神急行電鉄、現、阪急神戸本線ほか、阪神国道電気、あとの阪神国道線、1975年廃止が開通した。 大阪と神戸のほぼ中間にあるため、大正期から住宅開発が行われ、阪神間、モダニズム、1905年から1940年と呼ばれるライフスタイルが生まれる。現在その中でも、高等園、高子園、高葉園、倉庫園、高露園、高風園、昭和園は総称して、西宮七園と呼ばれ、いずれも高級住宅街として知られている。その後、 明治中期の町村政施行により一時は広田神社が、向こ軍大社村、恵比寿社が、西宮町に属するようになったが、大正期における西宮の単独市政施行の後、大古そ村は、昭和期に同市へ編入され、現在に至っている。西宮市には本町をはじめとして6つの支所があり、業務を地域ごとに分担している。西宮市は、阪神。 淡路大震災後やバブル経済の影響により同じく深刻な被害を受けた神戸市、尼崎市、芦屋市などとともに財政は悪化し財政を立て直すために二度の行財政改善実施計画を行い財政減を行っており平成17年度より第三次行財政改善実施計画を行っている第三次行財政改善実施計画としては市長 議員などの特別職の報酬や、職員の給料の減額、職員数の減員などを行い、また特別職、職員のその他の手当も見直しが行われている。それ以外にも、外閣団体、支所、サービスセンターの見直しのほか、地域情報誌、保育サービス、経路事業、民間委託などについても見直しが行われている。2018年7月10日現在、 農業では、市内は大部分が市街地に位置しており、農業を取り巻く環境が厳しく、年々減少傾向にある。しかし周辺に大消費地があり、農作物の中では、野菜、軟弱野菜が中心となるの生産高が9割ゆえを占めている。なお、耕地面積は163ヘクタールである。工業では、 飲食料品、特に伝統産業の製酒を中心に、軽工業、重工業まで発達している。阪神工業地帯の一角も担っている。なお、製造品出荷額等は、県下8位、平成13年である。また、北方の山口町地区には、阪神流通センターが形成されている。指定金融機関、三井住友銀行。 平成二十二年国勢調査より前回調査からの人口増減を見ると三点七五パーセント増の四十八万二千七百九十人であり増減率は県下四十一市町村中にくらい四十九行政区域中四位神戸市内に通学することとなる公立小中学校区校区一覧市内に下記の二十四箇所あり市南部を中心に 多くの鉄道、バス、道路網、港湾が整備されており、近郊には空港も設置されている。中心となる駅、西宮北口駅、甲子園駅、市役所の最寄り駅、阪神西宮駅、下記の三社七路線の鉄道網が市内に付設されている。特に、阪急電鉄は、西宮北口駅を中心に十字に路線網が展開しており、 阪神間の交通拠点となっている。大阪国際空港、関西国際空港発着の空港連絡バスは、市街地へ、その他の高速バスは、市北部にある高速道路上のバスストップに停車する。西宮北インターへは、西宮市南北バス、桜山並バスで、南部地域からもアクセスが可能となった。西宮市内で高速バスを利用できる。 停留所と路線一覧。隣接する糸丹市には大阪国際空港がある。西宮市内からは蒸気のバス、鉄道などで連絡している。西宮市は空港地元自治体の連合の大阪国際空港周辺都市対策協議会、重視協の一員である。カゴメ門、ん、六防星風の形をした宮を意味するカタカナの矢を三つ組み合わせ。 中心の天所帯の西を囲み、西の宮を表している。1926年、大正15年4月15日制定。西の宮調整時の1910年、明治43年5月16日に制定され、姿政施行後に継承。普通の六房星との違いがわかりにくいが、左上オーブ、右オーブ、左下オーブで線がずれている。 1946年、昭和21年12月23日に制定された。作詞、北村正元、作曲、山田耕作。西宮市では、鹿だけでなく、西宮市民家、文京住宅都市西宮の歌、平和の歌愛してますかふるさとを、など、多数の市民に愛称化を選定している。白地に太陽と幸せを表す赤、六甲の自然を表す。 緑の、両、色からなる、ひらがなの、にで、西宮を表現。1970年、昭和45年11月3日制定。西宮市内は3つの市街局番、2つの MA、単位料金区域に分かれている。また、西宮 MA には0797と0798の2つの市街局番が存在する。なお0797と0798の、 市外局番総合間の通話は MA が同じであるため、市内料金となる。塩瀬地区、山口地区と西宮市の立地域とは、六甲山地に完全に遮られており、飛び地ではないものの、西宮北、道路、兵庫県道82号対角西宮線を介して、本町地区とつながっているに過ぎない。塩瀬地区は、宝塚市との、山口地区は、 神戸式宅との交流が盛んである。なお、塩瀬地区のナジオと東山台の最寄り駅は、JR 福知山線の西宮ナジオ駅、塩瀬地区の生瀬は、阪急宝塚線、今津線、JR 福知山線宝塚駅などである。山口地区は、神戸電鉄三田線の丘城駅や田尾寺駅である。また、塩瀬地区に、西宮ナジオニュータウンといった住宅団地、 山口地区には阪神流通センターといった工業団地も形成されている。阪神淡路大震災での市内の被害は以下の通り、西宮市には歴史的に古いものも多く、明治昭和初期における阪神間モダニズムの影響を受けている関係で多くの文学作品に登場している。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。